エドリアン・ニューウェイに対するアストン・マーティンの引き抜きの試みは、F1 界における野心的な動きとして注目を集めている。ローレンス・ストロールが率いるアストン・マーティンは、チームをチャンピオンシップ候補へと変貌させようとする中で、ニューウェイのような業界のレジェンドをチームに迎え入れることで、その技術力を大幅に向上させることを目指している。ニューウェイは、レッドブルでの彼の功績と13回の世界選手権優勝に大きく貢献した経験から、 非常に価値のある資産とみなされている。アストン・マーティンの戦略は、フェルナンド・アロンソのようなスタードライバーの獲得、新しい本社への投資、そして、ホンダとの将来のワークス契約の獲得など、すでに、多くの重要なステップを踏み出している。ニューウェイが、この野心的な計画の一部となれば、チームの技術力と戦略的な方向性に、大きな影響を与えることになる。しかしながら、ニューウェイ自身は、 レッドブルとの新契約を結び、レッドブルへの忠誠を公に表明している。彼が、レッドブルに、とどまる意向を固く持っていることは、アストン・マーティンの引き抜きの試みにとって、大きな障害となる。それにもかかわらず、レッドブル内での不安定な状況や、チーム代表のクリスチャン・ホーナーと、主要人材をめぐる最近の不安定さが、ニューウェイの将来の選択に影響を与える可能性がある。アストン・マーティンが、 ニューウェイに対してどのような条件を提示しているのか、またニューウェイがどのような要因を考慮して最終的な決断を下すのかは不明だが、この話題は今後も F1 コミュニティの間で大きな関心を集めることだろう。ニューウェイがアストン・マーティンのオファーを受け入れるかどうかは未定だが、彼の決断は F1 のパワーバランスに影響を与える可能性がある。コメント ローレンス・ストロールがエイドリアン・ニューウェイを引き抜こうとしているようです。やりますね、ローレンス・ストロール。新契約を結んだエイドリアン・ニューウェイを狙うとは。